こんにちは岸田文雄です、えー、日本国はですね、えー、年明け早々、大変いろんなことが起こっていまして、 えー、国民のの皆様の生活もですすね、えー、本当に大変かと思いま私の鈍感力、この鈍感メガネと言われている岸田文雄、えー、今年は、えー、さらにですね、日本国民のために、そして何よりも私の内閣を続けるために頑張っていきたいと思います。そのために私、岸田文雄ですね、 政治刷新本部を、えー、自民党内に設けます、まあ、自民党はですねあの、パーティー権の問題などで、えー、公民の皆様からお叱りを受けているわけでございますが、えー、この、えー、政治刷新本部のですね、えー、本部長代表にですね、 木原誠一君、え私の右腕でございますね。で、いろいろスキャンダルもあったのでございますが、な、ま、ん、あ、とか乗り切ったかなということで、木原君をですね、す、え、り、ー、たいと思っています。まあ、すでにですね、SNS などでは皆さんからですね、お叱りを受けてますけども、私のこの鈍感メガネ、えー、そんなことではへこたりません。そしてですね、この政治写本部の顧問にはですね、麻生太郎副総裁。 そして、菅義偉で、前首相をですね、お迎えしたいと思っています。えー、この二人の重鎮をお迎えすることによってですね、えー、私、岸田文雄としては、えー、そういう先輩たちにも気を使ってるぞと。本当は森義雄さんにも気を使った方がいいんですけども、すでに議員さんじゃないですし、今ですね、そのパーティー券の問題で、<laughs> ちょっと森さんは。 いろいろ、調べられちゃってるみたいなんで、私今笑ってません。なので、別にあの、森さんには気使う必要ないですし、それから森さんが率いていたですね、安倍派ですね。安倍派もですね、パーティー権の問題で。 安倍派ですね。<laughs> 私、笑ってません。私、あの、笑ってません。え、安倍派にも気を使う必要がないということで、あの、私、鈍感メガネとしては、まあ、右腕である、気心が、まあ、通じてる木原君、まあ、スキャンダルもありますが、まあ、鈍感力で、それを乗り切ると。 そして、麻生さん、菅さん。まあ、この二人はですね、もう上がっちゃってるんで、まあ、菅さんはちょっと、また、色気が、総理にあるみたいですけども。まあ、私、え、岸田内閣の、えー、を脅かすことはないだろうということで、まあ、えー、麻生さん、えー、菅さんをですね、代表、えー、顧問にですね、迎えてですね、えー、この異次元の鈍感力で、 えー、その政治刷新をしていきたいと思っています。えー、テーマになるのは何と言ってもやっぱり異次元の鈍感力ですね。えー、私、あの、えー、私、この政治刷新本部というのは何を刷新するかというと、えー、はっきり申し上げますが、私、岸田、あ、今ちょっと安倍さん入っちゃいましたね。私、つい、あの、安倍さんの亡霊がそのあたりいるみたいだなのちょっと気をつけないといけないな。私は岸田文雄のですね、政権を支える体制を刷新するというのが一番の狙いでございます。 えーまあ、今年秋のですね、総裁選まで、私は別にあの、解散総選挙をしなければ、居座ることができる、えー、そういう立場なんで、えー、私以外のですね、えー、皆さんが、あの、あれなんでね。 私もあれで自民党もあれですけども、それ以上に皆さんがあれなんでね。あの、維新の方々はあの、万博の問題で、<laughs> 万博の問題でちょっといろいろつまずいてらっしゃるんで、以前、いあの、以前のようなお力がないみたいですし、あの、立憲の皆さんも <laughs> あれなんでね、国民の皆さんも、<laughs> あの、それから共産の皆さんも、令和の皆さんもあれなんで、あの、皆さんあれなんで、えー、自民党もあれ私もあれでございますが、それ以上に皆さんあれなんで、えー からえー、私の鈍感眼鏡で乗り切れるのかなと思っております。ということで、えー、私の支持率はですね、相変わらず下がり続けてるんですけども、紅白の支持率もね、なんか下がったということなんですが、えー、私から見たらですね、紅白の支持率30%切ったとか言ってますが、私はもう本当に下手すると消費税、あの私あの、冗談でいつも言ってるんですけどね、あの目指す消費税ということで、消費税、今10%ですか、それよりも低い支持率を私に。 あの、あの、岸田文雄を目指して、この、いそのことをギネスブックに撮ろうかなと。その、史上最低の、ええー、まあ、支持率でもやめなかった男。ええー、これがですね、ええー、岸田文雄として、ええー、なんか、歴史に、その記録を刻められればいいかなと思っております。ええー、ですので、ええー、まあ、私もあれで、自民党もあれですけども、<laughs> その、維新もですね、 立憲民主党も国民民主党も共産党もですね、あの、令和新選組もみんなあれなんで、あの、安倍幅が一番やっぱあれなんで、そのあれなえ人たちに囲まれて、私、岸田文雄、この超低空飛行なんですけども、なんとかえ総裁選まで乗り切って、その後も長期選権を続けたいと思います。ということで、鈍感メガネ、岸田文雄、今年は私の政治、支持基盤を刷新する政治刷新本部を立ち上げます。 えー、熱ので、これからも岸田文明のあり力に、えー、期待してください。えー、以上、えー、岸田文雄でした。ありがとうございました。あ、よろしいですか。これ収録できましたが。これ、どうですかねこれで私の支持率は、やっぱり下がる。まあもう、鈍感力なんで、もう、支持率いくら下がっても気にしないんでね。あれ、どうにでもしてください。<laughs> あれ